お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人、お守りしたいだけにございます。お主は竜院に見入られたか。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰ります。お前こそ巫女様のお力に。それわし竜院ですが、わくだい今よ巫女様。そう死ぬ。できませぬ。できぬだと、なんと、せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。逆たぶりよな。
んと情け。マイル、逆たぶりよな。おい、逆たぶりよな。
おい！Yeah.
見事。お伝えした通り、不思議りならば。ああ、巫女様。はい。狼本眉間、九郎さん。では、また。狼。ご無事。九郎。切りました。九郎さん。すまん。なすべ。狼、ありがとう。父が、これを持っていました。エマ殿から聞いた話だ。床桜とはこの城の、だが何者か。床桜はやがてこれが、ああ、これでまた一つ源の功に近づきました。ああ、そうだな。巫女様、功の材料。おお、それが妙な形をして。やはり、ま、そうか。はい、かぐわしくそう書かれて。腰入れ、それは岩戸の奥の。うん、まあ、かぐわし、九郎様、あの場は。そう、かぐわしくとはそれを指しておるのやもしれ。おうか。はい。どうじゃった。不思議になる。不思議、はい、これを。己の牙の使い道は己で決める。そうした顔になったい。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。そこも、うん、だ、死ぬ、そこも、やはり、そこ見事な、それがお主を死なず、あるいは死ねぬので。そこも随分と。そこ、それがお主死ねん。どうじゃ。承知。よし、刀。そこ、この俺、どこ。そこ、また。そこも。
そこも不思議だ。なんと、まことにやならば、そこ不思議で。承知した。肩に、そこもとの腕ならば、苦しまず、の、ああ関城殿にも次にそこもと。次に。綺麗な覚悟。ああ承知。さあ用じゃ。やはりお主にはよし褒美じゃ。とこれはアシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事など、ただ戦に勝つ、そのネズミ狩りに。酒を。あ、どれ。良い酒じゃ。
勝ち戦の時はこうして飲んだものよ、アシナ州の皆でな。国取り戦取られたものを取り返したまでよ。それはもともとこの我らアシナ州が暮らす地じゃった。皆それをこよなく愛する民じゃ。じゃが当然に罪くんひひだ。行くか。ではな。狼殿、では
そこのお主、お主もし持て。我は長い時を育ちとともに老いぼれぬ恋にの。お主はな、良き心がまた。
お前は、ここで、あっちの方、対岸に渡しですが、あいつを、ガキがいなくなった。落ちこのだ。だ。
巫女の神、ようこそおいでください。すみません、お米がまた。ほ、これを知っているか。もしや桜静流院の不死の契約引き換えに残る。では、これもまた流院の力を。はい、巫女の忍びよ、よろしければ私がこれを。やめ、わかりました。必要ならさような。あなたの行く。
お前さ。お前さ、ではな、まっ。お前。